マイケル・ピー・ボルシンガーは、アメリカ合衆国、テキサス州コリン群、マッキニー出身のプロ野球選手、ウトを右打ち。愛称は、アケ。2006年の MLB ドラフト34巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名されたが、この時は契約せずに、アーカンソー大学へ進学した。2009年の MLB ドラフト33巡目で、オークランド・アスレチックスから指名されたが、 この時も契約には至らなかった。2010年の MLB ドラフト15巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名されプロ入り。契約後、参加の A-9 ヤキマベアーズでプロデビュー。6試合に登板して1勝0敗、防御率1.69、6奪三振を記録した。2011年は A 級サウスベンドシルバーホークスで開幕を迎え、32試合に 登板して6勝6敗、防御率2.66,91奪三振を記録した。9月にトリプル A 級リノエーシズへ昇格、1試合に登板した。2012年は A 級バイセイディやローハイドでプレイし、7試合に先発登板して3勝2敗、防御率2.37、49奪三振を記録した。5月に A 級モービルベイベアーズへ昇格、 15試合に先発登板して4勝3敗、防御率3.82、64奪三振を記録した。2013年はまず AA 級モービルでプレーし、9試合に登板して4勝0敗、防御率2.51、15奪三振を記録した。6月にトリプル A 級リノエ昇格し、17試合に先発登板して7勝7敗、防御率4.72、 39奪三振を記録した。2014年はトリプル A 級リノで開幕を迎え、2試合に登板。2勝0敗、防御率1.242と結果を残し、4月14日にダイヤモンドバックスとメジャー契約を結んだ。同日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。1点ビハインドの5回表から登板し、3回を投げ、 6アンダに失点に至急3奪三振だった。この年メジャーでは10試合に登板して1勝6敗、防御率5.50、48奪三振を記録した。オフの11月20日にディーフとなった。2014年11月22日に金銭トレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。2015年は開幕を 参加のトリプル A 級オクラホマ式ドジャースで迎えた。4月23日にメジャー昇格し、同日のサンフランシスコジャイアンツ戦で先発して点2回を1失点に抑える高騰を見せた。4月24日にマイナー落ちしたが、5月12日に再昇格してからは先発ローテーションに定着した。ローテーション定着後は高騰し、 7月末の時点で防御率2.83をマークしていたが、トレードで加入した選手とのロースターとの兼ね合いで、マイナー降格となった。このマイナー降格に不満を持ったボルシンガーの父が、ドジャースは死んだとツイートしたため、物議を醸した。通年成績は21試合すべてに先発登板して6勝6敗、防御率3.62、98奪三振というものだった。 2016年は先発で6試合に投げたが、1勝4敗、防御率6.83、25奪三振と打ち込まれた。2016年8月1日に、ジェシー・チャベスとのトレードでトロント・ブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズ加入後は、レギュラーシーズンでは、登板機会がなかった。マイナーでは、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレイし、6試合に、 先発登板して1勝4敗、防御率6.04、27脱三振を記録した。2017年4月1日に、リーフとなり、6日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級バッファローへ配属された。5月9日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。昇格後は5試合に先発登板したが、0勝2敗、防御率5.61と振るわず、 6月1日に DF となり、7日に40人枠を外れる形で AA 級バッファローへ配属された。7月3日に再びメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。8月5日にこの年3回目の DF となった、9日に40人枠を外れる形で AAA 級バッファローへ配属された。10月2日に FA となった。 2017年12月13日、千葉ロッテマリーンズが契約を発表した。2018年は、オープン戦こそ振るわなかったものの、前半戦は13試合中10試合で QS を達成するなど、リーグトップとなる11勝を挙げて、オールスターゲームにも監督推薦で選出された。7月21日の対オリックスバファローズ戦では、外国人投手最多対となる11連勝を記録。 その功績から一部では、ボルカミガーと呼ばれるようになり、球団からボルカミ、ガー T シャツやボルカミガータオルなども販売されるようになった。しかし、8月19日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦中に、右手の異常を訴え緊急降板し、21日に登録抹消。翌月に再昇格するも本調子にはほど遠く、打ち込まれる試合が続いた。 体のケアが最優先という首脳陣の考えから9月8日の当番を最後に最末章以降に軍戦でも当番はなかった。ただ、最高勝率の条件である13章には達しており、13章2敗の高成績で最高勝率のタイトルを獲得。翌年1月9日に契約の延長が発表された。2019年は死球や非本類がが激増し、昨シーズンとは、 ほど遠い登板が続いた。9月20日のオリックス戦では先発として登板したが、初回に4失点したところで、次の回はいけないと自ら降板を志願。肉体的なアクシデントではなかったため、中継ぎも準備しておらず、急遽登板した大谷智久が失点し、敗戦投手となった。チームはクライマックスシリーズ争いをしており、大事な一戦だったことから試合後のインタビューで、 井口忠人監督は本人に聞いてくださいと厳しい口調で話した。結局この試合がボルシンガーのマリーンズでの最後の登板となった。オフの11月30日、球団からケニス・バルガス、ジョシュ・レイビン、ブランドンマンと共に契約を更新しないと発表され、対談が決まった。2020年2月10日、サインルスミが判明したヒューストン・アストロズを提訴したと、 USA Today が伝えた。2017年にワールドチャンピオンのタイトル獲得で得たボーナス3100万ドルを返上し、ロサンゼルスに住む子供たちのための事前活動や経済援助が必要な引退選手への支援に充てることを求めている。2021年3月16日、アメリカ独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスが獲得を発表した。 B-R-O-O-K-S-B-A-S-E-B-A-L-L.NET 版ピッチタイプ MLB.com 版ピッチタイプ NPB ありがとうございます。